8チマイルは2002年にアメリカ合衆国で制作された映画、カーティス・ヘンソン監督。デトロイトを舞台にしたエミネムの半自伝的な作品で彼の初劇場主演作である。当初はアイドル映画だろうと揶揄されていたが、真摯なストーリー、トレードマークの染め上げた金髪を本来のダークグレーにして主人公を演じ切った。主題歌、 ルーズ・ユアセルフは2002年度アカデミー科局賞を受賞した。かつて流星を極めたアメリカの自動車産業はもはや没落した1995年。ミシガン州デトロイトには都市と郊外を隔てる境界線がある。8マイルロード。この道は富裕層と貧困層、そして白人と黒人とを分けるラインになっている。母と妹とトレーラーハウスで暮らす。 白人青年 B ラビットことジミー・スミス・ジュニア。ガールフレンドと別れ、アパートを追い出された彼は母親宅に転がり込むが、トレーラーパークに住む母親のステファニーは飲んだくれで、ジミーの高校時代の上級生に骨抜きにされ、仕事も行かない。通勤中もリリックを綴るジミーの夢は得意のラップで、成功し、いつかこの貧困や犯罪とは縁のない。 8マイルの向こう側に行くこと。しかし、ラップは黒人のものという世間の先入観やプレッシャーから、友人たちの猛烈な後押しも虚しく、シェルターで行われる MC バトルに勝ち残ることができない。そんなある日、バイト先のプレス工場でモデルを夢見るアレックスに出会う。彼女もまた8マイルを超えたいと願う人間で、二人は恋に落ちる。だが、 成り上がりたい一心のアレックスは別の男と関係を持ち、ジミーは絶望を味わう。それぞれの思いが交錯する中、暴力、裏切り、貧困を乗り越えるため、ジミーはマイクを握る。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。